はい、こんにちは。漫画スクリプトドクター後藤です。今日はですね、ブリーチみたいな詩的表現、ポエムみたいなやつですよね、いわゆる。それってどうやって作っていくのっていう話をしていこうと思いますね。ポエム、かっこいいポエムがね、決まってくるといいですよね。しかし、あれどうやってやってんのって本当謎ですよね。で、その話、ちょっとね、短めに今日はお話ししていこうと思ってます。この番組は漫画文法の大切さをみんなに広めて、漫画作りを楽しくしていけることを応援していくチャンネルです。ぜひ画面右下のチャンネル応援ボタンお願いします。スマートフォンの場合は、下に赤いチャンネル登録ボタンあると思います。そうなんですよね。かっこいいし、詠唱とかね、あれって一体どうやってやってるんでしょうね。で、僕はね、ブリーチのポエムもそうだけど、その詩的表現で思い浮かぶのはね、荒川アンダーザブリッジって、これは戦闘お兄さんとか書いてる中村光先生のその一個前ぐらいの作品だったと思うんだけどね、荒川の下で、リクルート君とニノちゃんっていうね、可愛い二人がやり取りしたりして、もうめちゃめちゃカッパとかシスターとか、星型の顔の男とかいろんなやつが出てくる作品なんだけれどもね、もうめちゃめちゃ面白いギャグコメディなんですよ。もう戦闘兄さんよりギャグ度高いんじゃないのかなって思うぐらいなんだけれども、最後、単行本の最後にね、めちゃめちゃ美しい詩的表現のね、ポエムの数ページが漫画として挟まるんですよ。これめちゃめちゃかっこよくて、だからそこまで単行本で楽しいコメディギャグ見せられて、で最後がそんな風な綺麗な詩で終わってるもんだから、これ何みたいな、どうなんだろうねと思って、そういうなんか、ここばかりは漫画の理屈で作れない、もう本当感性と言っちゃうしかないのかなって、あんまりね、そういうものもなんかちゃんと理屈で得ていきたいところはあるんだけど、なかなかそればかりはと思うところだよね。中村光先生も確か何かあれ陶芸とかやられてたんじゃないかなと思っていて、なんかだから芸術肌なところとかあるのかなとか、どうなのかなとかね。しかしそういうのどうやって作ってるんだろうねと。でこれ、僕ね、そのネームタグ来てくれた先生で、すごい詩的な表現がうまい、心情表現をすごいいい、もう本当に何だろう、美しい詩的表現でね、書かれてた人がいて、どうやってこれ作ってんですかっていうのを聞けたことがあったんですよ。でもその答えはね、まあそれかって思ったんですけど、詩を読むっていう答えだったんですよ。もう詩を読んでるんだって。やっぱりこれは自分自身の表現のために、もう谷川俊太郎とか宮沢賢治とか中原中也とか、まあ分かんない、いろんな詩人、僕も全然詳しくないですけど、多分これは自分の好きな詩人を見つけるっていうところからだと思うんですけど、そのやっぱり詩的表現をしたいって思ったなら、やっぱりそこの言葉というものにこだわりを持って、詩を読むっていうのがやっぱりあるんだなと思って、これで、なんだろうな、もう言われりゃそうだよっていう感じだと思うけど、まあそうやってやってるんだなっていうことを一応皆さんに共有したいなと思って、もう僕から言えるのは本当、今日ごめんなさい、短めにしようと思ってそれだけです。でもそうなんだなっていうことが一個理解になるじゃないですかね。で、あとね、僕それでね、いろいろね、そのあとは短歌とかも勉強になるのかもねっていうの話題が出たんですけれども、それでね、僕思い出したサイトがあって、これをみんなに今日は紹介したいなと思ったんですよ。それ何かっていうとね、星野しずるっていう風にね、皆さん検索してみてほしいんですよ。そうするとね、これ自動生成で、ね、これこんな感じでね、詩短歌をね、生成してくれるんですよね、575で。これがめちゃめちゃ想像力、これ多分もうただ単純にコンピューターでやってるんだと思うんですけれども、 AI でやってるのかな、まあ、ただね、自動発生させてるんだと思うけど、めちゃめちゃ想像力働かさせられるのね。例えばどんなのが出るかな。不自然な眠り薬を待っている、繰り返される傷を見ないでみたいな、何みたいな、動かない金木犀に気づかずに、官能的な人の間に、嘘つきに伝わる夜のゆりかごは太平洋の素足に見える、どういうことみたいなね、どういうことみたいなのもあるけど、なんかこう心動かされる、やっぱりいい表現になるんだよね。退屈な官能的な罪じゃない、後ろ姿を拾い上げれば、謎ですか、空の5月のようだった、町の4月に恋をしているみたいなね、のがね、これね、どれを見てもね、これ何度リロードしてもね、どんどん新しいのが出るんだけど、これめちゃめちゃこう表現として
いいし、そのなんだろう、いろいろ想像力膨らむんですよね。これなんか一個ツールとして漫画描く人だったら知ってるといいんじゃないかな。どう使うかっていうところまで僕も、まあ、どう使うんだろうっていうところではあるけど、もう本当いろいろイメージ膨らむんでね、これね、あの YouTube の概要欄に URL 貼っておくので、星野しずると検索してもいいし、そこから見ていただいてもいいんじゃないかなと。僕も今日はもうこの動画本当それを紹介したかったぐらいです。もうあとはだからね、自分の、あ、やっぱり詩が上手い人っていうのは詩を読んでるんだなっていうこと。ブリーチの先生はね、どうなんだろうね、あんまり文章を読まないっていう情報をね、受講者さんからもらったことあるんだけど、うん、でももしかしたらじゃあね、音楽の歌詞とか見てたりするのかな。いいよね、音楽の歌詞ね。だからそこから好きな歌詞をね見つけるとかもあるかもしれないしね。やっぱりでもそうなんだなと。どうしてもそれってね、やっぱりストックなのかなと思っていて、自分の中でストックを、いいものからストック貯めて出していくっていうことになるのかなっていう、まあ、ごめんなさい、今日は至極、ま、なんかこう当然かだよみたいな話になってしまいましたね。そんな感じです。さあ、じゃあ皆さんぜひね、どんなのが、ね、星のしずるでどんなやつが生成されたかなど、感想ね、ありましたらツイッターなどでお待ちしております。あとはファンボックスにおまけ動画とかもあります。さあ、じゃあ今日のところはまた次回です。チャンネル応援ボタンはここら辺にありますのでお願いします。下の場合は、あのスマートフォンの場合は下にあります。じゃあまた次回です。またねー。